どうも、フリーマウト、長谷川です。今回ですね、1万7000票以上のアリゾナの重複票、トランプ集会と危険性が増す中国恒大集団、その1です。オチとしては、票間差、恒大集団の影響は世界に波及しそうというところなんです。まずはトランプ陣営の話です。2021年9月22日、トランプ氏は大統領選、メディアに対する声明を発表。なぜフェイクニュースメディアは2020年の大統領選挙に関してよろしくないことを言い続けるのか。レイムストリーム、マスコミによる協調プロパガンダだなどと述べました。同日にはジョージ・ W ・ブッシュ元大統領に対する声明を発表。ライノ、名ばかりの共和党のジョージ・ブッシュ元大統領とその手下のカール・ローブは温厚で世論調査では非常に低い評価を受けているリズ・チェイニーを支持している。ブッシュは私たちを中東の泥沼に引きずり込んだ張本人であり、何兆ドルも費やして100万人近くもの人々を殺した後、21年後の中東は彼が愚かな行為を始めた時よりも悪い状態になっていた。ブッシュは副大統領の首席補佐官であったスクーター・リビーに恩赦を与える勇気を持たなかった人物だ。彼はそれを拒み、何年も話をしなかった。私はスクーターを知らなかったが、彼の要請ではなく、彼がそれに値するからこそ、完全な恩赦を与えた。彼はとても苦しんでいた。チェイニー元副大統領、リズ・チェイニーの父親は、私に感謝の電話をかけてきた。今、チェイニーはワイオミング州とアメリカにとって、非常に悪い存在である娘の側にいて、彼女の支持率は記録的な低さになっている。と述べました。翌日の9月23日には、1月6日の連邦議事堂暴動の件について声明を発表。ロシア、ロシア、ロシア、ウクライナ、ウクライナ、弾劾のデマ1号、弾劾のデマ2号、その他多くの詐欺が証明されている嘘をついたのと同じような非常に党派的な政治家からなる非選択委員会が1月6日に嫌がらせの召喚状を送った。民主党が共和党員を迫害し起訴する一方で、彼らは基本的に大統領選と一緒に彼らができること全てを行っているのだなどと述べました。この日、会員委員会はトランプ陣営のスティーブ・バーノン氏、ダン・スカビーノ氏、カシュ・パテル氏、マーク・メドウズ氏にこの件に関する召喚状を出しました。同日にはテキサス州のアボット知事に宛てた手紙を声明で公開。テキサスでの私の大勝利にもかかわらず、テキサスの人々が選挙監査を望んでいると聞いています。テキサス州民はいくつかの郡でよろしくないことが行われたことを知っています。2020年大統領選挙の真相を究明しようなどと述べたんです。翌日の9月24日にはアリゾナ州に対し声明を発表。アリゾナ州の監査結果についてのフェイクニュースメディアの不誠実さは信じられないほどである。アリゾナ州は2020年の大統領選挙を考え直さなければならないなどと述べたんです。そんな中、ハーバード大学のアメリカ政治研究センターなどが調査した世論調査によると、トランプ氏が2024年の大統領選でバイデン大州長とカマラ・ハリス副大州長を破るだろうという結果だけでなく、共和党の候補者に対してもトランプ氏が優位に立つだろうという結果が出ています。トランプ氏が第一候補であれば常に 58% の票を確保し、ペンス元副大統領は 13% で、フロリダ州のロン・デサンティス知事は 9% という結果となりました。その証明に、トランプ氏が支援する共和党候補は全て選挙で勝利しており、2020年の上院予備選では21勝0敗という成績になっています。2017年から数えても、共和党の予備選でトランプ氏が推薦した候補者は43回の予備選のうち37回勝利しています。そして9月25日にはジョージア州でトランプ集会が開催。トランプ氏が演説を始める前に We want Trump のちゃんと英唱が始まり、我々は恥ずかしい思いをしている。全世界が我々を笑っている。しかし
トランプラリーよりも良い場所があるだろうかという発言からトランプ氏は始め、2024年の大統領選での勝利を予告。我々は大きな大きな美しい勝利を手にすることになるだろうと付け加えたんです。その上でアメリカの現状について、インフレ率は急上昇し、失業率は誰も信じられないレベルで上昇し、大通りには板が打ち付けられ、殺人事件は急増している、我々は Make America Great Again Again と言わなければならなくなるだろうとトランプ氏は冗談を飛ばしました。さらにジョージア州の政治を取り上げ、国を残したいなら民主党員を選ばず、アメリカファーストの共和党員、アメリカファーストにのみ投票しなければならないと宣言。さらに大州長を批判し、現在行われている政策についてジョー・バイデンが関与しているかどうかわからない、しかし誰かが私たちの国を本当に台無しにしている、彼らは我々の国を破壊していると述べたんです。さらに今回の集会では、先日アフガンで亡くなった13名の軍人のために最前列の VIP 席13席が確保されました。そのことについてもトランプ氏は、彼らを偲んで今夜は最前列にある13の空席を用意しましたと聴衆に語りかけ、トランプが大統領だったらアフガンの状況は違った結果をもたらしただろうと発言したんです。また2024年に再びホワイトハウスを目指すには深刻な健康上の問題しかないと語り、次の大統領選出馬は不可避だと語ったんです。さらにカブール空港で逃げ惑う人々の中から赤ちゃんを救った海兵隊員ハンター・イアン・クラーク伍長をトランプ氏はステージに招き、クラーク伍長は挨拶のスピーチを述べた後、トランプ氏から表彰され、観客から USA コールが起きました。さらに現在のテキサス州の国境危機についてトランプ氏は、ジョー・バイデンは国境を大幅に開放し、我が国は毎月毎月何十万人もの人々に侵略されている、警察はこれは侵略だ、どうしようと言っているのだなどと述べたんです。観客からは国境の壁を作れの大合唱が起きました。ポンペオ前国務長官も同日にツイッターで、大州長、オバマ元大統領、クリントン元大統領夫妻を批判、ジョー・バイデンが受け継いだのはバラク・オバマのイスラム過激派を甘やかす傾向、ヒラリー・クリントンの敵に立ち向かうことへの恐れ、ビル・クリントンの責任転嫁の才能だけであると投稿し、アメリカ憲法を自分勝手に解釈していることや南部国境の現状を批判しました。そして大州長がリーダーとして責任を取るという責任を果たしていないことにも言及したんです。ここからが評価差関係ですが、9月23日の調査会社ラスムセンレポートの調査結果によると、1、全体の 51% が2020年の大統領選でよろしくないことがあったと回答、2、全体の 55% が評価差を支持、3、61% が選挙制度改革はペンシルベニア、ミシガン、ジョージア、ウィスコンシン、アリゾナのような有権者が信頼を失っているスイングステート、不動票が多い州で行われるべきと回答、4、74% が投票時に写真付き身分証明書の提示を求めることは選挙の信頼性を守るための合理的な措置と回答、5、選挙での不正行為を防ぐことは重要であると考えている人は 90% という結果になったんです。そしてアリゾナの監査でトランプ氏の候補リズ・ハリントン氏が9月23日にツイッターで、軍の選挙番号がどれも一致しない、引っ越しをした人から数えた投票用紙、2回以上複製された投票用紙、シリアルナンバーのない投票用紙、ジョー・バイデンには数字の辻褄が合わないのですと口火を切ってから、9月24日にトランプ氏が声明で、アリゾナで巨大な発見、アリゾナ上院の最終報告書は本日午後4時に発表される、フェイクニュースメディアが報じている内容とは大きく異なると聞いているなどと発表。そこから実際に発表されたアリゾナの評価差では、1、
投票数が記載された数よりも3432票多い。2、郵便投票が公式の投票数より9041票多く受理、記録。3、1551件の余分な票。4、マリコパ郡で記録された25万5326票の期日投票のうち、10月5日の締め切り日以降に転居した後、23,344 人が郵便投票した。5、2,382 人の有権者が転居後にマリコパ郡で直接投票。6、選挙前の29日間にアリゾナ州外に引っ越した2081人の有権者に大統領専用の投票用紙でなく、全投票用紙が与えられた。7、282人の死亡した有権者が投票した可能性。このような結果が出たんです。これだけでも自分は首をかしげたんですが、E メールを開発したとされる芝アヤドゥライ博士が同州監査の公聴会で重要な調査結果を発表。そこでは9589票の超過投票と17322票の超区投票が発覚。これに対し同州上院議員のウェンディ・ロジャーズ議員がツイッターで17000票以上の重複票、選挙の取り消しとツイートしたんです。また別のツイートで4292件の走り書きの署名、ブランクの可能性が高い、バッド票です、選挙を取り消してくださいとも述べました。そこからカレンファン上院議員はマーク・ブルノビッチ司法長官へ調査を依頼、不在者投票の改善、テストなどを訴え、選挙管理システムのログが全て書き換えられていたことを述べたんです。さらに先ほど話したロジャーズ議員は複数の州の41人の議員がアメリカ国民に向けて手紙を書き、全米50州の監査認証解除、米下院の招集の可能性を呼びかけたことをツイッターで報告。これらの動きにブルノビッチ司法長官はツイッターで、証拠に裏付けられかつ私に法的権限がある場合には必要な全ての行動を取りますとツイート。トランプ陣営のジェナ・エリス弁護士もこの一連の件についてツイートしています。さらに驚くべきことに、監査前日にマリコパ郡の職員が意図的に数十万の選挙データを削除していたことも発覚。セキュリティ監査を担当したベン・コットン氏はデータを削除した個人をビデオから特定したと述べたんです。これで大統領選の際にマリコパ郡は 14,057 票差で決定されたので、どうなんでしょうか。トランプ支持者のマージョリー・テイラー・グリーン議員もツイッターで選挙の認証解除について述べています。これに対し同州のダグ・ドゥーシー知事はツイッターで、大統領選の認証取り消しは行われないと投稿。ちなみにこの結果が発表される2日前の9月22日にマリコパ郡の軍政執行官であるスティーブ・チュクリ氏が11月5日付で辞任することが報じられました。チュクリ氏はこの監査の結果を知っていた会議、電話での発言が録音されており、9月21日の段階でゲートウェイ・パンディットが暴露報道。これを受けてチュクリ氏は辞任しています。あの病気関係ではアストラゼネカのワクチン開発に関わったオックスフォード大のサラ・ギルバート教授は9月22日の講演で、ウイルスは免疫が高まった集団に広がると時間とともに毒性が弱まる傾向にあると指摘。オーストラリアのスカイニュースではドキュメンタリー番組武漢で本当は何が起こったのかを制作放送。この番組の中でトランプ氏はインタビューで、2019年に武漢研究所の外で遺体袋が積み上がっていたと聞いたと答えたんです。他にも2019年10月に中国武漢で世界軍事大会が開催、その際100カ国以上の軍隊が参加した選手たちが呼吸器系のウイルスに羅漢、2019年8月または9月に武漢研究所からウイルスが流出した可能性を強く示唆する証拠があるなどの内容が放送されました。ここからがアメリカ以外ですが、日本では9月30日に緊急事態宣言、まん延防止措置を解除する方針を固めました。シェシェ茂木さんこと茂木敏充外務大臣と韓国の
チョン・ウィヨン外務大臣は9月23日にニューヨークで会談。チョン氏は輸出規制を解除しろと要求したんですが、シェシェ・モテギさんはそれを拒否。9月27日には宮内庁と大阪府堺市は仁徳天皇のお墓である仁徳天皇陵の発掘調査を10月5日から始めると発表。これは2018年以来2回目の調査で、2019年7月の世界遺産登録後では初めてです。12月上旬まで調査が行われる予定です。台湾では蔡英文総統が9月23日に TPP 加盟申請のツイートを行いました。それに対し安倍前総理は台湾の TPP 加盟申請を歓迎する返信をしています。案の定、中国は同日に台湾の TPP 加盟に反対していますが、日本が議長国である TPP は全ての加盟国が OK しないと新しい国は加盟できないシステムです。それを踏まえると中国は国際ルールを理解していません。これについて経済以外はまともな記事を書く日経新聞はいつも通りの中国推しの願望記事を出しました。同日には台湾の防空圏に中国軍機24機が侵入、過去3ヶ月で最大規模となっています。また台湾の最大野党国民党の主席選挙が9月26日に開催。この選挙で朱立倫氏が当選しましたが、これに対し中国の習近平国家主席が祝電を送ったんです。ドイツでは政界引退を表明したメルケル首相の後継選挙が9月26日に開幕。これによりオラフ・ショルツ副首相兼財務相が率いる中道左派の社会民主党が 25.7% を獲得、中道右派のキリスト教民主社会同盟の 24.1% に僅差で勝利し、連立政権樹立に動いていますが、その交渉に難航する見込みとなっています。スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ島の火山噴火は9月24から25日に活発化。ツイッターでは火山が大きな衝撃波を放つ様子を映し出した動画が投稿されました。オーストラリアではビクトリア州でビーチでマスクをしていなかったカップル、老人を逮捕。逮捕する際に警察側は彼らに対しよろしくない扱いをしています。またメルボルンでは必要な商品やサービスの購入、介護、許可された仕事、運動、限られたグループでの屋外での交流以外は厳しいロックダウン措置が取られています。こんな状態なのでメルボルンは現在あの病気で大混乱しています。それに対しノルウェーの公衆衛生研究所はあの病気を一般的な風邪やインフルエンザと同じ呼吸器疾患の一種に分類。これは9月20日に地元紙が報じましたが、世界でもあの病気の対応は分かれています。スイスでは9月26日に同性婚合法化の国民投票が行われ、賛成多数で可決。世界では法律で同性婚は認められている国々もありますが、まだ日本では LGBTQ などに対する理解を深める段階なので、今の段階での同性婚はどうかと自分は思います。ギリシャでは9月27日に同国最大の島であるクレタ島でマグニチュード 6.5 の地震が発生。これにより1人が亡くなっています。ウクライナでは9月22日にウォロディミル・ゼレンスキー大統領の最高顧問が乗った車が複数の男たちに襲撃されました。当局側は暗殺未遂と判断しています。この翌日の9月23日には国内の新興財閥の影響力を抑えることを目的とした法案が可決。先ほどの襲撃はこの法案が背景にあるとのことです。韓国では9月27日にムン・ジェイン大統領が犬肉食禁止を検討。ムン大統領が愛犬家ということもありますが、若い世代では犬肉食は嫌われている上に国際社会から批判されていることもその理由です。同日韓国の大田地裁は国際条約で解決済みの徴用工問題に関して、三菱重工の韓国内資産の商標権、特許権の売却命令を決定。ついに韓国は一線を越えましたが、日本側としては韓国に出している貿易に関する信用上取り消しやビザ発給停止などの措置は取れます。北朝鮮では9月25日に
キム・ジョンウン総書記の妹であるキム・ヨジョン副部長が韓国との南北首脳会談の可能性に言及。これは前日の9月24日にムン・ジェイン大統領がこの件について興味深い提案で良い発想と評したことを受けたものです。9月28日には北朝鮮が日本海に向けてミサイル発射、9月15日にも短距離ミサイルを発射していますが、これだけミサイルを発射するのは北朝鮮の経済状態が良くないこともかかっているからではないでしょうか。ここからがバイデン陣営の話です。2021年9月22日世論調査のギャラップ社の世論調査の結果、大首長の支持率は最低の 43% を記録。8月から6ポイント、6月から13ポイント支持率が低下しました。不支持は 53% と初めて過半数を超えています。無党派層の大首長への支持率は 37% で、6月の 55% から 18% 低下しています。カマラ・ハリス副大首長の支持率は 49% と2009年の大首長と同水準を記録。その前日の9月21日には大首長がお飾りの人間ではないかと思える場面があり、イギリスのボリス・ジョンソン首相と大首長が大統領執務室で会談している際に、ジョンソン首相は大首長に 2,3 の質問をさせていただいてもよろしいでしょうかと質問。それに対し大首長は Good luck と答え、ジョンソン首相が話している間に報道陣が執務室から追い出されたんです。報道陣は南部国境に関する質問をしようとしたんですが、それをホワイトハウススタッフが追い出したんです。最近は大首長が本当に政治をしているかどんどん疑わしくなっているので、この出来事も気になるところです。中国、正確には習近平国家主席も最近は批判しているデスメタルバンドのボーカル兼環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんも9月24日に大首長の国連スピーチに全く感動しなかったと述べたんです。グレタさんは大首長の気候変動対策のための予算を2024年までに114億ドルに倍増させる件について、実際に何にお金を投資しているのか、つまりより良い環境を取り戻すために必要なお金を見てみると、リーダーたちの偽善がわかりますとグレタさんは述べたんです。これは自分の意思で言っているのか、それとも誰かに言わされているのか、どっちなんでしょうか。大首長の次男ハンター氏も新たなメールが発覚しており、ハンター氏は大首長が副大統領だった2015年にリビアの300億ドルの資産を凍結解除するために200万ドルとリビアの資産凍結解除の金額の 5% を要求していたことが分かったんです。これら総額で数億ドルに相当する額の可能性があるとのことです。つまりオバマ政権が凍結解除しようとしていた資産の一部をハンター氏は自分の懐に入れようとしていたんです。しかも9月21日のポリティコによると、ハンター氏の PC の写真、動画、メールのうちメールの一部が本物であることが確認されたと報道。ハンター氏の PC の中身の件も今後さらなる解明が進むんでしょうか。ブリンケン国務長官は9月23日に ASEAN 東南アジア諸国連合の外相らに対して、インド太平洋地域におけるアメリカの新たな包括的戦略を近く発表すると述べました。これも安倍前総理の自由で開かれたインド太平洋クアッドをもとにトランプ氏が推し進めたものの延長線上の話です。レモンド商務長官も同日に中国の通信大手のファーウェイに対し、必要なら大首長陣営は一段の措置を講じると述べたんです。この対応では弱腰と言わざるを得ません。マヨルカス国土安全保障省長官も9月26日に国境の不法移民問題について、1万2000人の不法移民がアメリカ本土に解放されたと FOX の番組で発言。しかもマヨルカス長官はそれよりも人数が多いかも、国境の壁建設に反対とも述べています。ちなみにその移民の多くはあの病気の検査を受けていません。先ほど話したジョージ・ W ・ブッシュ元大統領にも非難の声が上がっています。9月19日にカリフォルニア州ビバリーヒルズでブッシュ元大統領が講演中に、マイク・プリズナー退役校長が、いつになったらあなたがついた嘘のために死んだ、
100万人のイラク人に謝るんですが、あなたは大量破壊兵器911について嘘をついた。あなたは私をイラクに派兵した。あなたが私をイラクに送ったんだ。などと叫びました。トランプ氏にも糾弾されているように、ブッシュ元大統領は完全にお困りの方となっています。ヒラリー・クリントン氏も北アイルランドで素晴らしい歓迎を受けており、9月24日にヒラリー氏は同国のベルファストにあるクイーンズ大学で女性初の名誉学長に就任。しかし、その戴冠式に向かう際に、現地の抗議者から悪の権化などと罵声を浴びせられました。さらに9月26日には2018年のヒラリー氏の選挙に関する発言の動画がツイッターに投稿されました。そこでヒラリー氏は、私が会ったシリコンバレーのテキスト専門家の中には、次は実際の選挙を混乱させるために結果を送信するサーバーをシャットダウンして投票機の操作を妨害するのではないかという人もいますと発言していたんです。自分も実際に動画を見たら、本当にヒラリー氏がそう言っているのでシャレにならないと思いました。大首長陣営がこのようにめちゃくちゃな状態であるため、身内から離脱の動きが出ており、9月23日には国務省のダニエル・フットハイチ担当特使が大首長の政策に抗議し辞任。フット氏は2ヶ月前に就任したばかりなのに辞任しましたが、ブリンケン国務長官宛ての手紙で大首長陣営を批判。日常生活を支配している武装集団がもたらす危険のため、米職員が安全な敷地内に閉じ込められているような国であるハイチに、何千人ものハイチ難民と不法移民を強制送還するという非人道的かつ逆効果を生む米国の決定に私は関わらない。難民の増加は絶望と犯罪をさらに助長するなどとフット氏は手紙で述べたんです。アメリカ議会も予算関係で議論が続いており、以前の動画で話したアメリカが例外的に経済破綻する可能性がある年間の政府の借金の上限である債務上限が問題になっています。現在の予算は10月1日午前0時01分に期限を迎えるんですが、下院で12月3日までの追加のつなぎ予算の法案が通ったとはいえ、上院で議論が続いており、現在も揉めている状態です。これは毎年起こる話なんですが、もしこの期日を過ぎた場合は一時的な経済破綻となり、アメリカの政府機関などが閉鎖になります。9月23日にはアメリカオリンピック委員会が、冬季オリンピックに参加しようとする選手はワクチンを義務化することを発表。これも個人的にどうかと思う話です。アメリカ自由人権協会も9月18日にぶっ飛んだことを表明しており、アメリカの最高裁判事だったルース・ベイダー・ギンズバーグ判事の言葉にちなんで、女性、彼女は彼女のといった性の区別をする言葉を使用しないことをぶち上げたんです。ギンズバーグ判事は去年の9月18日に亡くなったんですが、それにちなんだとしても首をかしげる話です。ツイッターも9月23日にお気に入りのコンテンツクリエイターに暗号資産、仮想通貨のビットコインの投げ銭ができる機能を開始すると発表。これは YouTube に対抗する狙いがあるそうですが、個人的に暗号資産よりも日本円、ドル、ポンドなどの方がいいと思います。Facebook、Instagram も前回の動画で話したトランプ陣営の非営利団体プロジェクトベリタスの最新のあの病気の告発動画を削除。ベリタス側はインスタからデマ情報に関するコミュニティ基準に違反したメッセージを受け取ったそうです。ニューズウィークの9月24日の報道でも、あの病気のパンデミックが発生する2年前の2018年に武漢研究所の科学者たちがあの病気の遺伝子を操作して人間への感染力を高めて、それをコウモリの生息する洞窟に放つ計画を立てていたことが分かったんです。これはピーター・ダザック氏が代表のエコヘルス・アライアンスがアメリカ国防総省に研究の助成を申請。このことを記した文書をアマチュア調査チームドラスティックが公開しています。ちなみに助成申請で降りた金額は1400万ドル、約15億円とイギリステレグラフ紙が報じています。
ここまでが1本目ですが、2本目は中国恒大集団のやばい話などを中心に話すので、そちらもぜひご覧いただければ幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。